の10世紀初頭、科学技術の目覚ましい発展とともに人類は高度な魔術体系を築き上げていた。マキナートの最高学府バルプルギス王立機工学院で4年に一度開催される若き魔術師たちが歯を競う銅像の宴夜会。今復讐を胸に抱き人形使いの少年が一人、可憐な少女を伴って学院の門を叩く。テレビアニメ「マシンドールは傷つかない」10月より放送開始。